皆さんこんばんは。三度の飯よりトイレが大好き、元男の子の青木かのんです。今日はですね、視聴者さんから質問いただきましたので動画を作ります。イエーイ。で、何の内容かというと、こちら、元男の子は女子トイレに入ったら警察に捕まっちゃうの、です。厳密にはですね、捕まる場合もあります。そして私も捕まる場合があります。え、だって、かのんちゃん性別変える手術したでしょ、なんで捕まるなって多分思われると思うんですけども、実はですね、私はこちらパスポートの性別が男性です。 M って書いてますよね。まだ社会的には、私は男性なんですよ。だってかのんちゃん人望取る手術したじゃんって思うと思うんです。ただ私はちょっと別の理由がありまして変えてないんですよ。ちゃんと手術もしてますし、性同一性障害のその、なんだろう、診断書もあるんで、一応変えようと思えば変えられるんです。ただあえてしないんです。まあ、その理由はまた後日別の動画であげます。なんで今回は、元男の子が女性用トイレ入ったら捕まっちゃう場合もあることについてお話ししていきます。まずですね、入っていいパターンと入っちゃいけないパターンがあるんですよ。まず先に入っていいパターンをお話ししますと、私みたいなこの性別を変える人、もしくはこれから変えようとしている人、そういう人たちは入っても大丈夫らしいです。まあ、それはアディーレ法律事務所さんがなんか回答してたんですけども、そのちょっと記事は画面の下に貼っておきます、見てください。で、逆に入っちゃいけないタイプは、人が通常のこの衣服を着てない場所、まあ、要はもうトイレとか更衣室もそうですけど、まあ、そういうところに入って、下着や体を盗撮する行為、そういう目的の人たちは入っちゃいけないよっていうことです。ただね、それをすり抜けようとしているならず者がいるんですよ。それが、まあ、連日ニュースでもいろいろやってますけども、女装男ですよね。女性のふりをして女子トイレ入って、こうパシャ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 ってやってるんでしょ。そういう人たちのせいで、これから頑張って女の子にならなきゃって言って勇気を振り絞って家から飛び出した元男の子予備軍さんたちのイメージが下がるわけですよ。前回の動画のコメントに、かのんちゃん指ドリルをやる場合は2秒ぐらい溜めた方がいいよって、こんな感じのコメントいただいてたんで、ちゃんと実践してみました。面白かった。今私が話したのは、社会的にそういう風になってるよっていうことなんですよ。じゃあどういうことかっていうと、ちょっと言葉悪いですが、見た目はおじさんにしか見えない、でも心はめちゃめちゃ女性っていう方が例えばいたとするじゃないですか。私はね、その場合だったら女性用トイレ入らない方がいいと思うんですよね。私たちは自分の意思で性別を男から女に変えてるわけだから、他の人たちはもう何、知ったこっちゃないっていうか、もうそれが多分世間だと思うんで、男性が使うのであれば身なりをちゃんとして、で、あ、この人は女性なんだなって思われた方がいいし、周りから見て、あ、この人は頑張ってるんだなって思われた方が私的にはいいのかなって個人的には思います。なので私も昔はですね、男子トイレから女性トイレに移行するタイミングの試験をね、自分でやってたんですよ。2段階に分けて私はやったんですけども、まず第一関門は、商業ビルとかあるじゃないですか、パルコとかアトリとか、まあ、そういうところで1階は男性用トイレ、2階は男女どっちもトイレある、3階は女性用トイレしかありませんみたいな、なんかそう言ってなんか区分けされてません？で、私はあえて女性のトイレしかない3階のフロアの総合案内所みたいなところに行って、そこのお姉さんに、すいません、トイレ行きたいんですけども、どこにありますかって聞いたんですよ。もしそこで3階以外の階を案内されたら、私は男として見られてるんだっていうことになるから、私は3階案内されなかったらどうしようみたいな感じになったんですけども、3階を案内されたんですよ。だからまずは第一関門クリアっていうことで、で、そこで私は満足せずに第二関門のテストを、実施するわけです。それがまだ商業ビルなんですけども、今回はですね、
あえて1回目のテストの時と同じ服装で男性用トイレに入ります。でただ男性用トイレに入るんではなくて、おばちゃんの清掃員が中掃除してる時に入るんですよね。で私、まあ、こうやって入るじゃないですか。ドキドキドキってしながら入るじゃないですか。そしたらおばちゃん清掃員に、あれお姉さん、ここは男子トイレです、隣の女性用トイレに行ってくださいって私は言われたの。これはもう女性と見られて間違いないんじゃないのっていう風な自信につながるんですよ。そっから私は女性用トイレを使うようになりました。まあ今こうやってありがたいことに女性として生かさせていただいてるんですけども、いまだにやっぱり根底には本当に私街歩いてて女の人として見られてるのかなって思う時ありますよ。それはもうでも死ぬまであるんじゃないのかなって。もともと男として生まれてるわけですから、それは仕方ない。だからその根底にあるこの何モヤモヤ感みたいのはもう無理だから、私はそれと向き合って常日頃女性のような見た目になる努力をし続ければいいよねみたいな、あもうそうしなきゃいけないよねっていう風にポジティブに変えて、私はそうやって今生きてます。ただ今話したのは本当に個人的に私が思ってることであって、皆さんにこうした方がいいよって言ってるわけではないんで、あんまり参考にならないと思うんですけども、ちょっとまだ時間があるのでプチ私のエピソードをお話ししたいと思うんですけども、とあるカメラさんに私はアルバイトをしたく面接に行ったんですね。履歴書を持って、履歴書って性別の丸を書く欄があるじゃないですか。で私は自分でこの男性のところに丸をするのがちょっと嫌だったんですね。だからあえて丸をつけなかった、何も書かなかったの、その性別欄だけ。だから性別欄は面接官の人が判断してねみたいな感じで、そしたらさ特に何も触れることもなく、触れられすらせずに無事終了して面接は。で後日電話で、あ青木さん無事カメラ合格したんで、あの次の、出勤できるシフトを教えてくださいね。私はちょっとこのままでは気持ち悪いなと思ったんですよ。やっぱりちゃんと言うべきかなと思う。だって今後のその、ね、長くもしここでお世話になるっていうことになったら後々言うのもめんどくさいしっていうので、私は実はですね面接の時は言ってなかったんですけども、もっと男性なんですよ、ただ手術はもう終えてるんで戸籍だけがまだ変更届出してないっていう感じなんですよって言ったの。そしたら、あそうなんですか、じゃあ更衣室どうしましょうかねってなったんですよ。ええと思って、え 見た目ってバレなかったらいいんじゃないのかなって私は思ったので、私こう言ってたの、女性用個室は使えないんですかねって言ったら、いや困りましたね、うちは商業ビルなので我々の店舗のスタッフ以外の他の店舗さんのスタッフも使うからちょっと大きな話になっちゃうんですよってなったんですよ。まあもちろんそのビルの多分オーナーさんとかにいろいろ確認しなきゃいけないから、うわもう失敗したなと思って、もう自業自得だけど、あそうですよね、じゃあ厳しいですよねって言ったら、では男子更衣室使うのはどうでしょうかって来たんですよ。え、いやいやいや、無理でしょ、ブリ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 、まあ、そういう風になりまして、いやさすがに男子更衣室は入れないですねって伝えたら、あーしたら今回のお話はなかったことにしましょうって言われて、私は不採用になりました。まあね、私その時は自分勝手ですよ、面接の時にちゃんと性別言わなかったから私のせいなんですけども、社会はまだ柔軟性がないなって思った。でも100悪いですからね、最初に言った方がいいなって思いました。やっぱり周りに迷惑かけずに生きていきましょう。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、あと TikTok もやってますので画面の下からフォローしてね。また次の動画でお会いしましょう。